久しぶりです。お久しぶりです。挨拶ないことあんの？いや、なんか報告的な感じだから。ゆるい感じ。ディズニーくらいから表向きは何も動画とか出してはなかったけどね、はい、まあ一応絡んではいるからさ。そうですね、久しぶりみたいな。よりこなだよって。カップルチャンネルだった。カップルチャンネル、うんってやろう、二人で。ねえ。まずい、まずい。ゆんちゃん、ゆんちゃんとか。最近ね、もう全くネタにしなくなったじゃん。あ、確かに。え、なんで？え？なんかこうバズのさ、うん、騒動みたいなのあったやん、うん、あれでディズニー行ってもう完結しちゃったかなと思って。あ、エンドロール来た、こうやって、うん、なんかエンドロール来たくない、なんか正直。確かに、もういいよねっていう、もう良くないっていう。確かに、まあ、あとなんか減ったじゃん、匂わせ的な。あ、全然報告来なくなった。あ、そうなんだ。うん、だからあ、もう終わったんだなと思って、うん、でコナンの時代終わった、うん、ってこと。主演したね。今の新しい人たちがいっぱい出てきて、たくさん出てきて、確かになんかたまに見ると気になってコナンを見るもん。え、あ、マジで誰だろうって言ったりする。全然コナンよりヤバくない、なんなら。いやいや、うん、いい勝負だけどね。ああ結構ね、変な人たちが多いから困んないのよ、ネタに。あ、コナンさんもう終わったしな、いっかみたいな感じで。数でしか見られてない感じ。いや、そういうことじゃないよ。それだったらそしたらもう関わり方変えてくよ。いやいやいや、違う違う違う、いや普通に好きだよ。好きだよ。あ、ラブ、ラブ、ライク、ラブ。いや、もうラブラブラブ。もう愛してるよ。愛してる。助けてー。なんか新しいネタないかなと思って。なんか問題行動とかしないの？コナンが？うん。何すればいい？またなんかやってくれないかなと思って。うん、人の悪口とか言ってほしいな。人の悪口、まあ、何？どこからが悪口なの？例えば、ってどうなのみたいなところ。これ、P 絶対入れてんの。それはピー入れないといけないよ。うん、分かった。じゃあカットしようと。うん。別に悪口って炎上する世界だっけ？うん。なんかコナンが言ったら多分炎上する。だから言ってくれたら、うん、ありがとうってなる。でも感想でしか見てないんでしょ。あ、いやだから愛してるよ。なんでいいや。愛してるよ。じゃあもう愛してるゲームしようよ。愛してるゲームは彼氏としかやらないって心の中で決めてる。じゃあ彼氏になるよ。ちょっと考えさせて。あ、考えてくれるんだ。うん、一応ね。考えるだけ。でも。あの、考えるよ。誰だって。みんな考えるよ、世界中のみんな。去年の今頃かな。ごめんね、ネタに。いや、マジで許さない。あれは一生許さない。だって、情報違うことも言うんだもん。ああ、なんでそんなこと言うのっていう言葉で言ったから、ちょっとそこは許さない。今は、愛してる。チューするから許して。こっちがやだ。チューするから許して。罰ゲーム？ね、罰ゲーム。いやいや、だからチューしてあげるから許して。ね、チューさせてあげるでしょ。いや、もうしょうがねえな、もう。いいよ、じゃあ。ね、待って。はい。はい。あはは。こっち見ないで。ああ、こっち見ないで。俺が言われとるやん、逆に。今は。そうだよ、今となっちゃう。俺が言われとるやん。逆転ってやつはこういうこと。ああ、うまいこと終わりました、みたいな。はい。